紹介いただきました会津大学にて復興支援センター担当しております岩瀬と申します。よろしくお願いいたします。最初に、被災された皆様改めてお見舞い、申し上げるとともに、震災以降、福島県、本学に対して、国内外をですね問わず、さまざまな、皆様からご支援継続していただいております。この場をお借りして御礼を申し上げます。最初に本学復興へのタイトルは強みでございますけれども、本学はやはりICT を専門とする大学ということで、私どもの強みを生かした上で福島県の復興に貢献するということで、ICT先端の技術人材育成を生かした上で、雇用創出産業振興に貢献していくと、こういうスタンスでやってまいりました。ここに4つポイントで強み書いてございますけれども、上2つは規模でございます。コンピューターサイエンス領域では研究者数100名要しておりますけれども、全国1位とかですね、コンピューターサイエンス領域での学生数、これもですね毎年240名入ってまいりますけれども、例えば東京大学情報工学数理系合わせてもですね1年間100名強でございます。ということで私どもの学生数はこの領域ですね、コンピューターサイエンスの領域では全国の1位でございます。これちょっとそれますけれども、例えば米国の有名なですねスタンフォード大学でも1学年100名ぐらいです。バークレーしかりということで、欧米のですねそうそうたる大学に比べてもこれぐらいのキャパシティ人数を要しているところが非常に珍しい。ただですねこれは中国インドには負けます。これは例えば中国ですとソフトウェア学院というですね情報系の大学がございまして、それは本学の10倍から20倍規模の大学は37校ぐらいございます。だから非常にですね、ボリューム的に中国インドに関しては突出しているというところがございます。そうはいっても国内では一番の人数を誇る大学でございます。あと先ほど石川様の方からですねご紹介いただきましたけれども、ベンチャー、ここも非常に強みとしておりまして、絶対数で申し上げても公立大学としては先ほど23社ご紹介いただきましたけど、25社売上でですね20億円規模で、雇用もですね400人規模を生み出しているということでございます。学生比率だと日経グローカルにも出していただきましたけれども、ダントツで1位ということでございます。あと国際性ということでも外国人教員の比率が4割ということで、非常に理系ではですね全国1位の比率を持っております。特に中国ロシアに対するアクセス非常に強いものがございます。こういうものを生かしながらですね、平成24年以降いろんな復興に関して有力な企業の方との連携をやってまいりました。でここにございますように日本をですね代表する企業の方との連携によってさまざまな教育事業を含めてやってまいりました。先ほどいわゆるデータアナリティクスとかねビッグデータのご指摘基調講演の方でございましたけれども、アクセンチュアさんとはビジネスアナリティクスというのを公募形式でやったりとかですね、 NEC さんの方は約240名、対象とした特別講座というのも開催をいただいております。でこういうような企業の方来ていただく、一つの、魅力というか会津の魅力というのはでここにございます、下にございます会津大学発ベンチャーというところが一つ大きな引きつける魅力になっているということがございます。こういう中で、本学としてよりですね、大学としての復興に対する取り組みということで、昨年復興支援センターという学内の学長直属の組織を立ち上げております。でさまざまなここにございます1番2番3番右側にございますこういう事業をやってまいりまして、昨年度の1月に経済産業省
の産学連携イノベーション促進事業というのに採択をいただきまして、これは主に中でいろんなプロジェクトをやるというソフト事業でございますけれども、これをバネにですね、非常にこの活動を加速してきました。で、昨年の末にはですね、先端 ICT 実証研究拠点整備事業という、この左ございますけども、まあ、これの国の補正予算で、大きなですね、金額をつけていただきまして、この拠点がですね、建物として作れるという、財政上のですね、裏付けができたということで、まあ、その設備をリクティア、これ英語でございますけど、まあ、こういう先端 ICT ラボというものを作ろうということでございます。もうですね、東門、今私どもここにおりますけども、東門のところにまあこういうお知らせという看板も立てて、建築の方に4月以降入っていくというスケジュールで動いております。イメージ的にはこういうもので、まあ産学連携のためのクラウドをこの中に設けた、まあ、小規模ですけどもデータセンタープラスいろんな産業振興のためのイノベーションのですね、場を提供するというようなことで、解説をいたします。中身的には先ほど申し上げた先端 ICT 場の提供人材育成というところを行う。で、いくつかご紹介をしますと、すでに建物はできておりませんけれども、すでに計算書の事業を採択いただいてますので、サーバーとかですね、いろんなプロジェクトを発信しておりまして、まあ、そういうものを利用しながら、例えば福島県の、例のですね、200万人のデータ、健康データを蓄積すると、また18歳以下甲状腺データを蓄積する、福島県立医大がですね、今やられておりますけれども、県民健康調査データの管理システムと、こういうところにですね、私ども技術的に協力をして、ゆくゆくはセンター内にバックアップを設けるようなもの。また福島県再生可能エネルギー非常に力を入れておりますけれども、これもですね、国の事業として先駆けの地ということで、私ども、ITC、IT の専門ということで、スマートグリッドの基盤を構築をしております。で、これは中にビッグデータの解析基盤というのも設けますので、まあ、今回総務省スマートグリッド通信インターフェース事業、中野さんご紹介いただきました100世帯にスマートメーターをつけるとあの事業ございますけども、あれのデータをこの基盤の方に吸い上げてですね、いろんな解析を行うというようなものでございます。で、いろいろですね、今でご指摘ございますけれども、このデータがですね、非常にいろんな使い道が出てくるなと私どもも感じております。ちなみにこれ私のですね、ところにつけているデータです。で、ある冬の土曜日というデータなんですけども、まず起きたのが何時かというのはもうクリアにわかる。で、途中で14時以降ですね、外出してますと。外出で、夜ですね、いやにこう増えてるというのはですね、その日が確か雨が降ってたことによって、乾燥機を回したんですね。で、乾燥機というのは非常にもう適格だと、まあ、要はですね、こういうパターンによってまさしくその人の生活が分かるということで、まあ、見守りサービスに対する適用、もしっかり、まあ、非常にプライバシーに関係するデータなんで、まあ、最初はこういうデータに関しては別にこう自由に使っていただきたいというのはいいんですけども、やっぱり個人のですね、匿名性なりをきちっと担保しないと、こういうデータは非常に、センシティブだなという感じを身をもって例えば感じております。まあ、こういうところですね、いろんな派生する実証することによっていろんな発見がですね、いろいろ出てくるということが言えるかと思います。で、この情報基盤はですね、今、太陽光パネルの発電量のですね、モニタリングにも使うということで、会津大学の太陽光パネル、福島大学の太陽光パネル、これをですね、吸い込んで、で、最終的にはですね、これ今、産総研の方と一緒にプロジェクトを進めておりますけども、協調制御システムとか、あと、太陽光パネルの欠損のですね、モニタリング、
どこがおかしくなったとかですね、これはまあリアルタイムにモニタリングするようなシステムにもつなげようということで動いております。で、比較的ですね、こういうまあいろんなあのメーカーのものをつけて、各々のメーカーの中でまあこういうトラッキングするシステムあるところもあると思いますけども、まあ、オープンな環境ですね、いろんなものを組み合わせてデータ蓄積したいというケースはですね、これどなたでもあの使えるように手配をいたしますので、ぜひコンタクトいただければと思います。あとはあのセキュリティもですね、非常にあの力を入れておりまして、気象公園の方で何度もご指摘ございましたけれども、まあ、サイバーセキュリティということで、特別の人材育成というのも始めております。でこれはあの、まあ、ゆくゆくはですね、セキュリティの人材育成ならば会津福島県というブランド化にこう持っていきたいんですけれども、シマンティックさん、ネットワンさんにもともとですね、これ全体の、マネージやっていただいておりますけれども、こういうそうそうたるですね、メーカーの方入っていただいて、ボーイング社がですね、クライアブという特別な、セキュリティの演習する時のアタックプロテクトのですね、特別装置持ってらっしゃいますけど、これをですね、福島県の復興のためと、プラス公立大学ということで無償で対応いただいているという、非常にあのレベルの高い内容で提供することができております。で、セキュリティに関してはさらにですね、もう一歩踏み込んで、これはあの日経産業新聞の方で非常に大層なんですね、タイトルを書いていただきましたけれども、まあ、サイバー攻撃に関して、まあ、会津がですね、いろんな技術を提供すると、今回の、ラボ、センター ICT ラボの中にも、車が入れるようなですね、セキュリティルーム、検証のための部屋を設けようとしています。車が入れるというのは、今回アルパイン、いわきにあるカーナビのですね、アルパイン社と一緒に、協業してまして、やっぱり車載機の検証を行いたいということで、これを始めております。で、私もあのやりたいのは、会津福島をですね、イノベーションの地にこう持っていきたいということで、我々あのやはりあの他の地域と、まあどう差別化していくか、違うことをやっぱりやっていかないといけないということで、まあここにですね3つの例をあの出しておりますけれども、まずあの課題先進地と実証環境というところと、まあ、丸二のですね、迅速な参加、オープンイノベーションと、こういうところでございます。特にあの丸二に関してはですね、あのこの地というのは、当然ながら若松市、福島県、行政含めて、あとですね、企業の方含めて、集まってくださいと、集まりませんかといったら、もう次の日に集まることができます。非常にクイックにですね、関係機関が集まることができると、いうことで、丸二は非常に強みだと思います。で、丸一もですね、まああの一般的にこれ私よく出すんですけど、まあ、福島県というのは非常にやっぱり大きな、県土を、持ちます。これよくあの会津若松から県庁の方とかですね、福島市の方に行きますけど、まあ、東京でにこうマッピングすると東京から成田の先に行くようなそのぐらいの距離になります。で、例えば日の出また村からですね、会津若松、まあ、大体100キロ。で、これは高速、別に中央高速あるわけじゃないですから、ここの部分に関しても、まあ、非常に、距離、時間がかかると。いわきに至ってはこう、マッピングすると房総半島の向こうのですね、海の向こうにこうなっちゃうというですね、非常に広島県というのは、ごめんなさい、あの福島県というのは、広い県土を持っております。まあ、あの面積でいうと、このぐらいですね。合わせたもの。で、こういう中で、例えばあのこれあの私どものプロジェクトでは NTT さんと医大が経団連の事業としてやられた事業、日の出又の医療系の事業ですけど、これも遠隔サポート診療ということで、冬の日の出又において車で往復2時間から4時間かけてですね、会津若松に来るとか、また県立の医大病院に行くとかっていうですね、非常にこう制約になっている。この中でやはり遠隔医療というニーズというのは非常に切実なものですね。でこういうようなことをやるために、
まあ、この課題を実証して新規技術を生み出しているというような、まあ、典型的なあの例でございます。で、まあ、いろいろあの技術的な要素的にあの 光ファイバーがあるとかございますけど、まあ、あの具体的に実証して、実現しているということは非常に私よくあの勉強させていただく事例になります。で、あのこれはあの新聞のピックアップですけども、やはりですね、日本はその課題先進国であるということで、やっぱり課題をこう逆手に取るということですね。あの GE のトップの方がですね、まあ、GE は非常にあのヘルス産業であの今伸ばしておりますけども、日本に進出してくるというのはもう課題先進国だと、ここでいろんなですね、課題を解決して、あと日本人の場合はクオリティに対する要求度がやっぱり非常に高いんで、そういうところでうまくいけばグローバルのどこでも売れると、まあ、もちろんその対象地域は、まあ、いわゆる先進国になるでしょうけども、そういう意味で海外の企業さえもやはり課題先進国というところに非常にフォーカスしているという事例がございます。で、まあ、こういうことございますんで、私ども、いろいろですね、あの地元の方、企業の方集めて、青い会議と会津オープンイノベーション会議というのを実施しております。もうトライアル始めて1年半ぐらいになりますけれども、まあ、週2回ぐらいのケースですね、いろんな方を集めて、何ニーズが何であるかとかですね、まあ、シーズガソリンにどう適用するかということを、議論をしております。で、よくですね、今までは大学などもすればシーズ研究シーズがありますと、それはいかがですかといういろんなセミナーでこうお見せするんですけども、それではなかなか発表しないと。やっぱりこうニーズベースにやるかですね、まあ、ニーズがよく分かんないんだけどニーズをこう、作っていく、そういうようなですね、ディスカッションの場としてこの青い会議というのを今、開催をしております。で、いろんなあの、まあ、工夫はあるんですけども、一つは、各案件に対してこのイノベーションアーキテクチャというのをこう作っていこうということで、まあ、一見ちょっとこう分かりにくいこと言ってるように見えますけども、マーケットが何を求めるのか、それに対するイノベーションの領域は何か、アプリケーションはどうかと、でそれを実現するための技術要素、研究要素は何かと、こういうですね、レイヤーをきちっとあの確認しながらこう進んでいくということ で、これともすればですね、やはりそのビジネス寄りの話と大学の先生の話っていうのはやっぱりこう噛み合わない、タームが違うということでこう噛み合わないんで、そこをですね、明確にこのマッピングをやることにおいて、このプロジェクトで大学の先生はどういう研究施設を提供するのかというのをきちっとこう体系でですね、表していくということを今いろいろ試行錯誤でトライをしております。で、まあ、いくつかの実プロジェクトが開始されていますということで、いいあのプロジェクトをご紹介しますと、例えばオープンデータの活用に関してもこれ雪国ならではのアプリケーションですけども、雪の中から消火栓を特定するということで、これも会津若松市が提供いただいている消火栓のデータをですね、まあアプリとして載せるということで、雪で消火栓の場所がわからないというですね、まああのそういうものに対してこれで簡単に示すというような、あとは、まあ、あの富士通さんにやっていただいているエネルギーマネジメントということでも、これもですね、本学の持っているシミュレーション、微気象モデルというですね、気象シミュレーションモデルを、まあ、1キロメッシュで気象を予測するというものを、あの再生可能エネルギーのモデルと組み合わせるという試みです。で、これもあの具体的にですね、いろんなところでセンサー、気象センサーをですね、つけて、で今データを取りながらモデルのチューンアップしていくと、そういうフェーズに入っております。またこれも NTT さんにお願いしている M2M ネットワーク基盤というものですけども、これもですね、センサー、 Wi-Fi 等をですね、若松市内に設けることによって、これ何するのかというとですね、基盤上のアプリとして、例えば除雪車の車位置のお知らせ、でこれは会津若松市、
さんの担当者の方といろいろ議論していると問い合わせですね、今朝のようなですね、雪の時に一体どこまで来てるんだという問い合わせが非常に多いということで、このロケーション情報をですねお知らせするというのが非常に価値があるとか、デザインニムの方にやっていただいている会津のお酒ナビ、その人の思考に合わせてですね、その店で今どういうお酒が入ってどうかというですね、そういうような会津のお酒ナビとかこういうアプリケーションに今の基盤がこうつながるということで、その基盤上でですねいろんな、ライフスタイルサポートとかですね、いろんなアプリケーションを生み出すようなそういう、環境を構築しようとしています。でこれは次のやつは、NEC さんに指導いただいてますけども、リオンドールさんに参加いただいて、スーパーマーケット、スマートスーパーマーケットと呼んでですね、お客様の動線解析、個別のケースもありますし、集団の動線解析もあるということで、どこにどういう流れでされているから、どこにどういう商品を置くかと、売上データとのですね、相関等をいろいろ見ていこうというようなものでございます。こういうのはただ非常にですね、お客様の画像等に関しては秘匿するというかですね、隠すとかですね、そっち系も非常に注意しないといけないプロジェクトではございます。でこういうのでどんどんですね、データはリアルタイム含めてデータを入手しますので、それをちゃんとこう解析していくということで、いろいろ基礎講演渡辺さんはじめご指摘ございましたけども、アナリティックできる人材育成というのが非常に必要になるということで、ここに関してはアクセンチャーさんのご協力のもとですね、人材育成の特別講座ということも開催をいたしました。でこれも2月に郡山のエフコンさん会場をお借りしてやりましたけども、狙いとしてはですね、この領域に関しては東京の方がですね、首都圏が非常に関心あるでしょうということで、前半を郡山会さん、後半を会津という感じですね、首都圏の人をこう引っ張ってこようという意図もございます。非常にこれも盛況で、25名ご参加いただいて、講師として、工藤さん、この分野のですね、第一人者の方に、来ていただいて、みっちりとですね、この辺りビジネス目線からのデータ活用ということを、実施をしていただいております。ここに、ちなみにここに写ってるおじさんは私でですね、私は受講料、高い受講料を払う必要ないんで非常に勉強に、なりました今までその相関だとかですね、なんとか解析だとか、そういうのは昔習ったことありますけど、それがどうリアルなケースでこう適用しているのかというとですね、こういうのを内職してるわけじゃなくちゃんとこう聞きながらですね、勉強をしました。ためになりました。で、私どもこういうモデルをですね、いろいろ皆さんのご協力してやっておりますけども、やはりIT の世界、ICT、IT の世界っていうのはすでにもうグローバル、市場はグローバルであり、リサーチもグローバルであるということで、やはりグローバルレベルでいろいろ考えていかないといけないということで、ここに書いてございますように、海外との研究連携ということでは、こういうですね、伝統的に私ども非常に、ロシア、中国、含めて、向こうにおける、有力大学との連携というのを行っておりますけど、今後、いろんな IT のこのモデル、社会モデルとかですね、スマートシティ等に関しては、会津若松市、が今連携を開始されました。例えばアムステルダム、とかですね、今後、平井先生のお話にございますけども、エストニア、というところもですね、いろいろ e ガバメントを含めて非常に先進的な事例があるというところで、こういう国の構想への参画ということで、こういうところの、大学、との連携を、考えていかないといけないかなというふうに、考えております。狙いとしては福島会津をですね、地域発の ICT グローバル拠点にこう持っていきたいというところが、私どもの、心狙いでございます。あとこれ最後の、チャートなんですけども、渡辺さんのお話にですね、オリンピックのプロジェクトの話が、ございました。で実は私前職が IBM の
おりまして、長年そのエンジニア SE をやってましたんですけど、まあちょっと古い話なんですけど、昔ですね、米国 IBM にすごい技術者集団がいるということで、みんなそこにですね教わりに行ったんです。でその技術者集団がね、何かというとフェデラルシステムディビジョンというですね、宇宙系をやってた技術集団なんです。アポロ計画、月面有人着陸ですね、あの、NASA がですね、やってたアポロ計画に、当時 IBM からですね何百人という技術者が参加してきてですね、そこの技術者がすごいレベルが高い、やっぱり宇宙産業における、まあ品質よくもしかりですね、プロジェクトマネジメントしかり、そこの舞台が、まあ言ってみれば、ね、以降のですね IBM のソフトウェア開発技術を牽引したような状況がございましてですね、でそれはソフトウェアのだけじゃなく、いろんなカメラ系だとかですね、いろんなテクノロジーを生んでます。だからやっぱりですね、でかいナショナルプロジェクトっていうのはやっぱり技術となり、技術者を育成する牽引役ですね。でオリンピックもしかりです。やっぱり、その IBM は長野オリンピックとかですね、いろんなところのオリンピックを引き受けてますけど、それに参画した技術者というのは非常にスキルを上げています。だからやはりですね、でかいプロジェクト、ナショナルプロジェクトで、まあ、一丸となってその技術力を磨いていくというのは非常に重要だなというふうに私も考えております。で今回、まあ、福島県、スマートシティとかですね、復興プロジェクト自体もですね、本来はそういう方向にやっぱり持っていかないといけないと。これだけ その日本がですね、まあ、直面する課題に対して、これはやっぱり事業としてですね、きちっとこうマネージしていくという意味で、私はある意味この技術者の育成等ですね、テクノロジー的に、まあ、それをスマートシティという形で、まとめていくのかですね、まあ、いろいろ議論はございますけども、非常に重要なことだなと思っております。ということで、まあ、いろいろ本学にですね、ご支援いただきまして、非常にこのセンター ICT ラブを含めて、復興支援センター、順調な開始は、しておりますけども、実際、中身は、これから、進めてまいりますので、引き続き、皆様の、ご支援サポートをお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。